お久しぶりでございます。いや久しぶり。復活の虎。復活の虎ちょちょ。うわーこれマジマンカット。これは置いたいな。あ置いてる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 。はい吹き流し先オッケー。そうだね。どうす。4番パー5、527ヤードロング、大滝カントリークラブジュミ。もうすでに大滝カントリークラブ言う、ね、大滝カントリーもう使っちゃったよね。ちょっとほら先にさ、そうやって俺が思いついたやつをさ、いやもう先に言っときましたよ。そういうやつくんがね、やすくんが言ってるやつを言ってるだけですから。いやそういうの、ね、ほらほらもうそういうバッチが当たるんよ。ストレート OK、 ぶっ飛ばし OK、 ミラネをラッキーイーグルチャンスを狙ってんで、ティーはぶち上げ、よし、ストレートかドローボールできるね。うん、ダウン。あ、大丈夫。大丈夫、オッケー。あ、浮気ってる。オッケー、大丈夫。2打目狙える。ダウン。あ、マンカブリ、マンカブリ。あ、ちょっと、オッケー。はい。はい。飛んでんな。飛距離戻ったでしょ。本当飛んでると思うわ。本当ですか。冬だから。確かに忘れてた。冬なんだけど、確かにそうだ。夏になったらどうなっちゃうんだろう。いやでも嬉しいな。ずっとしばらくの間会えなかったけど、安くんも頑張ってたわけじゃん。そうですけど、ちょっと僕見ての通りスランプなんですよ。でもスランプを楽しんでる。そう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 。なぜならアーティストだから。そう。安地アーティスト。安地アーティスト。お願いします。オッケーナイス、マジ超いい。ど真ん中ドーン。はいもう吹き流し越えてずっと転がって、はいあそこです。ナイス、マジナイス。素晴らしい。いやちょっとやっぱスピン入るね。あ今若干吹き上がってる感じします。吹き上がってる。まあでも柔らかい分ねシャフトが、うん、確かに確かに。ちょっと入ります。でもあの直進性半端じゃないっすね。うん、何のドライバーとは言わないけど、はいはい、いいとこだと思う。知ってるっす。知ってるっす、はい、その僕何のあのドライバーのヘッドが刺さってるか知ってるっす。知ってるっす。知ってるっす。それ危ないよ。危ない。あ本当、ちょっとなんか音似てる。知ってるっす、うん、はい、危ない。それ知ってるっす、はい。完璧に言っちゃったよ今。いやいいな、結構良さそうっすね。うん結構いい。俺もそっちかな。そうだね。ジュニアだからそのプラスの方じゃない。あ、もうバラしてるじゃん。いや別にいいです。あ大丈夫なの。大丈夫、はいはい、ダメとかじゃないじゃないですかね。だからプラスですか。プラス、つまりそのああそのアーティストじゃねえかアスリートの方だと。そうそう、まあアスリートっていうとちょっと違う。アスリートって言うとなんか違う。俺がアスリートじゃないみたいじゃないそれってねえ。うんだから俺たちは今日はアーティストですから。え違うか。あ、ほら、同じぐらいだわ、俺、ジュミと。ほんと？うん。マジ？ワンちゃん俺のが飛んでると言って運んではない。え、すげえ。ね、ジュミこれセカンドオーナーじゃない？いやいやいや。あー、ちょっと勝ったよ。5、まあ、10弱だな。いやいや、10はない、10はない、うん、5だな。いや、でも安くも飛ぶようになりましたよ、ほんとに。すげえもん。スピン入っちゃったからさ、今。いや、俺も右抜けちゃったからさ、今。あれ、一番飛ぶやつだよ。右プッシュ、右プッシュやね。さあここだと、まあ、余裕で250ぐらいあるんだよ。打ち下ろしとはいえ247ぐらい、はい、結構ほら打ち下ろしてるんですよ。見えますよ皆さん、ほらここに向かって打ちます。相変わらずグリーンちっちゃいよ。これを狙っていくわけですから247だそうです。フォロー、風が味方している。見える万振りこういうことしてるからね、一向にスランプから抜け出さないんですけど。いや違う、ヤス君はもう俺を呼んだ時点でもうそういうの諦めてください。そうだ、はいスコアをつからないって意味じゃないですよ。僕たちの今日のゴルフの趣旨が違うって話です。ここで刻むことはやっぱ意思ない。すべてアグレッシブ。うん、247、2打目。はい。2番ユーティリティ。はい。ナイス。ちょっと引っ掛けてる。こっち方面。大丈夫でしょ。ああ、ちょっといなかったな。左。まあ、オッケーです。突き抜けたりは絶対しないから。うん、さあ、ジュミ。あ、もう僕は分かったわ。うん。俺多分ね、255ぐらいあるんですよ。あ、そう。そうか。あっちだから。もうこの時点でキャリーで狙うみたいのは諦めます。了解。ちょっと3番ウッドで低く出して、うん、転がしていく。はい。転がしで乗ればいいと思う。ちょっとカットっぽくなると思う。ジュミセカンド255ヤード。ちょろったりしないように。3番ウッド。むしろ安くんが入ってしまったであろうバンカー方面ぐらいからカットできます。了解。あ、やる。あ、まあまあまあ。うん。
でもワンちゃんなんかすげえいいとこ行ってる。いい刻みになった可能性が高い。あ、そうやって刻んでくるんだ。違う。俺全力ですげえ頑張ってあれ出てるんだから、うん、そこは許してくれるから。そう。分かった。じゃあ今日のゴルフ変わってくるわ。ほら結構飛んでるから。刻んだわけじゃない。見えた？見えない。見えないでしょ。すげえちょろったわ。マンチョロだよね。マンチョロ。いやマンチョロしてんのになんかドロップとかさ、カッコつけるからなんか何言ってんだろうって思ってた。いやでもチョロでさすがにボールが見えないぐらいまで行ってる。確かにチョロではないね。うん。マントップだね。そうマントップです、ね。あ花道めちゃくちゃただのさいい刻みになってるよ。結構いいとこあるもん。すいませんなんかごめんなさい。いやナイスです。俺のちょっと待って見えたんだけど。どこ？嘘だろと言ってた。やばいやばい、あれベジータがフリーザにぶっ飛ばされて、あの壁にできたあの衝撃のあれですね。あ、じゃあもうちょろっと乗せてきますか。そうだ、ね、ちょろっと行ってみますか。ちょっとさっとやっちゃって。俺はちょっと今絶望感に打ちひしがれてるから。なんであそこ入んの。見てくださいこれ、はい、欲しいでしょ。70ぐらいでロフトが立つんで、もう実質52ぐらいなんですけど、今56なんですけど、はいはいはい、なので普通に55ヤード打つぐらいの感じで打ったらちょうどいいんじゃないみたいな。了解。こんな感じでございます。あ、ちょっと弱いか。あ、でもあ、いったいったいった。ナイスナイスナイス、ありがとうございます。ナイス、おい、ナイス、ありがとうございます。多分これ上から出られてますね。そうですね、 あそこに足跡があるから。そうするとこうなっちゃうから気をつけてください。うん、ちょっとみんなね、僕のボールが入ってたら、うん、終わってましたね。おこでしたこれは、うん、これはねさすがに。ということで30ヤードぐらいかな。やべ、俺またパタと乗せた。止めといてもらったら嬉しいです。すみません、あざんす。58度。はい、58。ゴルフ YouTuber はセカンド以降は短いもの下全部パターも含め持ってくっていうのも、はい、これ鉄則です。はい、すみません。知ってる知ってる。うん、ただ忘れてた。撮影思い出して、うん、撮影やらなすぎて忘れてた。30ヤード58度。はい、お願いします。これね、こう入りすぎるとまずいんで、これもレベル。お、いいじゃん。おお、まあ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 、全然ナイス。さあ、ジュミジアーティスト、ジュミジアーティストバーディートライです。バーディートライ。目も見てるとなんかどっちかわかんないけど、そうだね、もう目は消しに行こう。目は消しに行く。なんかコンパクション高いっすね、やっぱ高いね。その分結構足んないんだけど上がってる。さあ、ジュミ5、6、7メーターぐらいかな。バーディーパット。これ行くんだよね。入った。来た。はい。ナイスバーディー。ありがとうございます。二つに戻したぜ。絶対弱いと思ったわ。いや全然。ね。あのこのやっぱ走りが速いですよ。走るね。うん。はいっす。ざっす。6.5メートル。そうですね。6.5ぐらいじゃないですかね。バーディーパットですね。バーディーパット。切れる感じが本当にわかんないんで。うん。そうなんですよ。今日やっぱ距離感はつかめても曲がりはわかんないですね。正直。曲がれ、まっすぐまっすぐ、あーそっちか。めっちゃ切れた。うん、最後癖にやられましたね。バッケス、ナイスパット。ほい、ナイスパッ。あーざっす。いやー、どんまいどんまい。うん、うん、ナイスナイス。だからあれなんですよ、高麗の怖さ、ね、ジュミのがさ、ほぼ全く切れなかったから。そうなんですよ。あ、じゃあそんな、うん、いかないのかな、ほどないのかなって思ったら、うん、っていうわけじゃないです。ちゃんと切れた。これが高麗の怖さ。これが高麗の怖さ、うん、やべえよ。俺だよね。これが校内の怖さ。なんか、半分えなりみたいな感じ。半えな。やなり。やなり。やなりかずき。ナイスバーディー。ありがとうございます。ナイスバーディーだ。よし。はい。じゃあ、ジミカメで。ゴルフは、するの、うん、今後。ね。するん、するんや。するの。もうゴルフはさ、うん、もうするしないのもんじゃないんですよ。俺の体に、あるものなんですよ。あ、こちら。あるものなんですよ。まあ、そういうことですよね。まあ、僕とタイガーって一心同体じゃん。ゴルフはもうしないとかするとかじゃない。そういうもうレベルじゃないですよね。それはわかる。だから頑張るよっていうね。そうだからやめるとかないから。ないからね。もうあるもんなんで。逆に言うと始めてもいないからね。そういうことです、そういうことです。え？始めてるでしょ。いや始めたとかじゃなくて。うん、ああそういうことですね。挑戦する。はいはい。呼吸と一緒ですよ。そう。うん。そんな感じです。5番パー4、404ヤード。多いっすね。多いね。ね、しっかりやっぱり打っていかないと。まあバックティーが多分こっちは一番後ろのティーになるんです ね。このコースは。まあこれ見る限りまあドローで打てればね、うん、って感じなんで、まあこの辺ぐらいかっていいんじゃないかな。よいしょ。ショートが短そうだね。そう、ショートがなんかすごく短い、うん、そんな感じですよ。
さあこれもまあ言うてね、 T ショットちょっとギャンって曲げなければ大丈夫か。曲げるとかじゃないですよ、もうフェアウェイ乗せる気ないですから。前に飛ばすことがドライバーショットですか。ちげえねえ。ちょっとマジちょっとちゃんとドローしてくれ。よっしゃ、さっきから全然ダメ。あそこら辺飛ばしたい。打つのはここ OK。 よっしゃ、グイ高い。あ、やつこれは飛んでると思う。うん、ね、高い。おお、重いのか。飛んだな。いったよこれ。飛んだわ。うん、ナイス、ありがとうございます。ただストレートだった。うん、そうなんよ。そうなんすよ、全然ドローしない。やっぱヤス君のステルスっていうドライバーのヘッドの方がなんか噂によって初速も出るし、なんかスピン量もあるし。ちゃんとやるから。はい、すいません。セッティング紹介はちゃんとやる。もうずっと言われてんだこれ。そうなんです。なかなか定まんない。もうすぐ定まる予定。ほんと、ヤス君の視聴者一度僕もお待ちしております。お願いします。おわ、抜けた。ちょっとね、今バンカー方向向かってますが、お、なんか音聞こえた。落ちたけどな。ちょ、ごめんなさい、どこや。弾高っ。吹けちゃったのか。逆に高すぎて僕ちょっと追えなかったっすもん今ね。ワンチャンあるかな。いや、全然あるとは思いますよ。分かってきたわ俺、この子の行く末。行く末。ああ、セッティングも含めてね。シャフトは絶対変えた方がいいですね。最近おすすめのシャフトあるんですか。普通に俺ギアの話ってあんまり俺しないんですけど。ああ、いや、あるよ。俺めっちゃある、うん、いや、っていうのも、うん、この間結構やっぱりその確かに出てなかったんだけど、うん、結構真面目に言うとゴルフ上手くなりたかった。ああ、うん、修行してた。それもある、うん、あ、そういうことね。そう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 。でもいっぱいある。いっぱいあるんだ。ジミはもうタイガーセッティング基本じゃんベース。そう。だからあんまその余地があんのか、うん、まあウッド系はね結構こう、うん、ちょっと自由にね。自由にやってるよね、うん、タイガーに許可取って。そう。やってる。タイガーに許可取って。そうだね。うん、だからまあ。それでヘッドで言うと俺はウッド系は結構いろいろ試してる、うん、なるほど。鉄はやっぱウェッジとかは14がすごくいいし、うんうん、アイアンも多分14にするんだけど、はい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 、マッスル、まさか。そう、新しいマッスルがまあなんか優しめのマッスルみたいな。へえ。でも俺やっぱり一般的な優しいヘッドだと捕まりすぎちゃうから、うん、ああそうっすね、確かに確かに。だからちょっとその辺を考慮してマッスルちょうどいいなって思って、うん、なるほど。お疲れ様です。絶対日本のゴルフ場って、はい、あの本当統計的に見て、はい、海外で絶対ハザード多いよね。 OB とか、あ、でもそれは優しさなわけよ。あー、なるほどね。要はさ、うん、いや、あんな林の中とかから打たされる方がやばい。まあそうですよね。逆を捉えればハザードが多くてスコア悪くなるとかじゃなくて優しさなわけですよね。そうだと思います。はい、157。はい、157、ゆっくりでゆっくりで。1578番です。ちょっと左足若干上がりのつま先上がりかなっていう。まあ確かに捕まりやすいですよね、今のヤス君の課題らしいです。まあ、うん、すっごい跳ね方してバンカー。いやー、どうまい、うん、ちょっと疲れましたね、すいません、走らしちゃって。いや、ないです、ちょっと突っ込みました、疲れた結果突っ込みました。ごめんごめん。ゴブレゴブレゴブレ知ってる。知らない。なんすか、キャラクター？ゴブレ。全然知らない。何の話それ？向こう映ってる？全然知らない。もうここカットですもん。知らなすぎるに。使ってください。ジムやそうか。日本のカルチャーにちょっと疎いからな。もう半分タイガーだからね。うん。半分タイガー。半身タイガーで。半分安心ねでしょ？そうそうそう。安心ね。なんでやねん。なんかちょっとね、K-POP っぽいか。K-POP っぽい。うん。本当？最近それ出ちゃってる。うん、出ちゃってる。トワイス踊りすぎたわ。うん。これいくつやろうな？ 120 ぐらい？ 126 だから、そうだね、120ぐらい。セカンド120。56。56。それガッチっぽいよ。ガッチっぽいです。左足下がりでロフト立ってくるんで。そうか、その下46だもんね。そこをさ、タイガーに似せる必要あんのそれ。あります。僕はこれの嫌いなんだよ。なるほどね。これやるのにどうするの？よか、俺嫌いじゃない。嫌いじゃないよ、ごめん。いや、今視聴者の気持ち。あ、本当ですか？うん、俺は知ってた。捕まえに行きますよ。はい。120ヤード、56度、これ多分行ったわ。ああ普通やん。ジミン。恥ずかしい !100 ヤードやん、これ。ちょ、目つち、目つち。目つちしますわ。万目つち。サンドウェッジなりに、足りなかったっすね。うん、そうね。100ヤード。うん、ナイスメッチ。ちょっとね、ダフったね、うん、そう、まあそれがそっちだね、多分ね、そっちだね。川に直接コンタクトできなかった。結構ダフってたもんね、うん、結構ダフった。でも、うん、僕もあの自称タイガー研究家で有名なんですよ。研究家だったの。研究タイガーウッズじゃないの。
だから自分のことを研究するのが趣味だったんです。ああ、なるほど、なるほどね。で、見ると、実はタイガー結構ダフってるんですよ。あ、ダフってんの？結構ダフり多いんですよ。それダフり前提で打ってるの？で、打ってるの結構多いです。あのね、ボールのちょっと手前から入れてるウェッジ系結構多いの。ダフり前提なのか本当にミスなのか分かんないですけど。なんで知らん。まあ自分のことなのに知らんわ。それ今あれ？それで今ダフったのを正当化した。正当化するつもりはないんだけど、本当なの、本当本当。そういう打ち方があるのね。分かんないです。そこ分かんない。そこ分かんない、うん、全然分からない。なんか意図があるんじゃないの？意図はないんじゃないかな、分かんない。ないの？ただダフってんの？じゃないかな。体が、うん、いやでも本当見てください、今度結構ちょいダフり多いっすよ。18、20そうっすね、弱、うん、58キロで、はい、これ結構開かないとあれだな。で、あとちょっと下ってます。実はピン左1メートルから右に垂れてます。了解。了、58度、はい、4打目、はい、あ、これめっちゃいいと思う。おー、スピン効いた。もうちょい、あー、ナイス、ありがとう。素晴らしい、ありがとう。あのスピンが効きすぎて下りもクソもあらへんでしたね。3打目、本当は60で打ちたいです、うん、60が好きなんですけど。はい、56で、56でいいな。はい、大丈夫です。なぜなら受けてるから。やべえ、スピン効きすぎた。あー、効いてるね。ちょっとフェース乗っちゃったね。56ダメかな、もうちょっとこう転がるかなと思ったらすげえ効きすぎた、ね、あれ出ちゃうんですよ、56だと。やたらクリーンショットみたいな、よしよしで、うん、さあ、ヤス君はもう 1m80cm、 タイガー打つの身長は 1m85 ですからね。はい、うん、そうそう、そういうことです、はい、間違いなく。あのここにタイが横にこうさせてこう、ちょっとなんか下りっぽく感じないですか？違うか。いや、上りすら上りすらタイがです、はい、ボギーパット、はい、あ、これうまいわ。ナイスパット、素晴らしい。パターをしまう時のなんか侍スタイルみたいな。そうさ、言われるんだけどさ、それなんかさ、いや、決まると無意識にやっちゃうんですよ。いやいや、そっちのパターン外しても俺そんな感じで、うん、どっち、やっぱ上りはフックだな、うん、オッケー。でもね、そんな、あ、でも真横からだから曲がるっぽいな。目が効いてフック、オッケー。目と傾斜で最後クククって曲がると。目利きのフック、目利きフック、多分この辺くらいですね、この感じだな。さあ、パーパットで、フック入れ。ほら、もうさ、ちょっと今見た、今だから普通のさ動きなんだよ。あ、すいません、お待たせです。ういーす、ナイスパー。お待たせです。ういー、入ってるね、入ってるね、パター入ってる、ね、いやー、よかった。ありがとうございます。なんか調子悪いんかなって思ったけど、よかった。え、全然調子いいっすよね。よかった、ね、久しぶりに安ゴールじゃないですか、まあ、久しぶりに安ゴールでなんで調子悪く出るんですか。確かにブンブン丸して、ブンブン丸って言っちゃダメだな。やっぱさ、振った方がいいね。俺でしょ、うん、僕のプレーを見たければ乗せることっすよ、うん、あー、オッケー、オッケー、準備はね、うん、ちょっと簡単に手玉に取れるキャラなんだ。イージーなやつだ。そうそう、結構イージーなやつだ。了解。イージーコンテンツ。ジュミゴルフ。ジュミゴルフ。玉からタイガーを打つと言ったらもうイージーコンテンツ。イージーコンテンツ。6番パー3、180ヤードなんですが、うん、鬼打ち下ろし。ちょっと今番手悩んでて、うん、ま、打ち下ろし入れて、リアルは158。そうっすよ、ね。で、左とあと奥に、まあ奥にのバンカー行くことはないけど、手前のバンカー、左のバンカーが気になる。手前やだね。まず手前やだ、左避けたいって言ったら、うん、強めの右に逃げる球を打ちたいっすよ、うん。右以外全部バンカーだね。うん、で、右に来たらもうゴールですよ。ゴール、ナイスゴール。で、左足上がりでしょ。うん、まあ、女叩きつきだよ、問題ないから。160? あ、158? 158、ね。ってことで、ほぼ160。ちょっと順位のアイアン打ってみよう。いいっすよ。今、987持ってきてます。うん、okay、まあ、ほんと普通にドローで打つんだったら、8? 打ち下ろし丸あるから、まあ、8とか9全開ショットでいいんだけど、うん、でも曲がると嫌だから、まあ、もう最初に曲げていっちゃうか。160のカットでしょ。7短くハーフかな。7短くハーフにします。了解。ちょっと変なところからですね、この辺からいきます。ちょっとロフト立たないように、うん、浮かしていこう。ロフトが立たないように球を浮かす。そういうのいいよね。マネジメント？マネジメント。それもマネジメントだよね。でも知識だよね。まあでもそうっすね。うん、基本的に直接打っちゃうとロフトは立つじゃないですか。うん、じゃあもう左のもうあのエッジぐらい。いやでも打ち下ろし神だから、左のバンカーエッジぐらいからもう曲げてきます。うん、了解。よし、この辺かな。結構左見ちゃう。フェースがすり開いて、縦に逃がして。よし、これでいいでしょ。うまい。あ、いいわ。まんうま。まんうま。これ刺してるわ。
距離縦だけ。オッケー。ああ乗った乗った乗った。よっしょ、めっちゃ近いめっちゃ近い。いやーしょっけー。で見てよほら、じゃあマンカットターフ。ういー、あざっす。後ほど、あざっす、すいません、失礼します。何が何でいきますか。7 7ジュミが7カットであれだいやこのクラブいいわマジで。ちょっと企業秘密クラブですけど。秘密なの。うん、ここ秘密。うん、タイガーに怒られるから。そうそう、タイガーに怒られちゃう選び方してるんで冬だからそういうのやっぱ NG なんだ。うん、NG にしておきましょう。ジョーク NG で。うん、7番で。はい、どうしたい。あ、やべ、捕まっちゃった。ちょっと俺のじゃ捕まるか。わあ、ここ入っちゃいました。暫定。はい、確定。ていうかターフがさ、ジュミと平行の森やっぱ、ね、アウトラインちょっと強くなってるわ。だから俺結構開いてます。センチで言うと 1.5 以上、1センチ半以上俺開いてます、フェースは。なるほどね。 OK、 いきます。はい、お、結果捕まっていい感じのドロー。これはいいぞ。今回右出さないとダメだ。はい、ナイスオン。 OK、 いい、ナイスです。ちょっと目つちします。目つち。てれんてんてれんてん。ずんずんちゃっちゃ、ずんずんずんちゃっちゃ。ずんちゃっちゃ。やばいやばいやばい。見えてるよ。もう、ないんだけど。もうごっそり手でしょ、それ。ごっそり手で。手でも目つしはしていく。なんかもうなんか、お参りになんか来た人みたいな感じの盛り方になってますよ、それ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。でもそのシャフトいいね。やっぱいいっすよね。いい、聞いてる。どうですよ、シャフトの感じ。いい、いい。俺もやっぱカーボンにするわ。これな、これなんていうんですか、カーボンファイバー的な。スチールカーボン。あ、スチールカーボン。カーボンファイバーって違うなのかな。スチールカーボンね。これはそうっす。はい、すごい。スチールファイバー。スチールファイバー。このシャフトは。はい。スチールカーボンって。スチールカーボンってどういうことこの面白さ伝わるかな。さ、スチールカーボンって伝わるか。なんでカバーしてんの。これ人のなんですよ。え、いいじゃん。だってアイアンってさ、そういうもんじゃん。うん、そうなんですよ。もう僕がもう絶対的な信頼を置いている、うん、玉川のタイガーウッズのクラフトマンみたいな人がいるんですよ。うん、もう本当はもうね、その人にはもうすげえお世話になって、いろんなゴルフを、うん、この間に実は教えてもらってたからさ。そういうことじゃん。そうやってあれだ、鍛えてたんだ。鍛えてましたね。でもそれは安くもほら一緒じゃん。ね。まあね。うん。何探してるの？グローブ。あった。あ、あと俺のボールあったわ。1打目。あれじゃない？バンカー左の。あ、本当だ。目いい。俺結構目悪いんですよ。レーシック、レーシック。レーシックしたいね。いや、レーシックマジでおすすめできない。じゃあ。怖い、怖いから。じゃあ。ただの恐怖心。いや、いいんだけど。まで。てかさ、こう、さっきみたいにさ、こうやって右に出そうとすると、うん、もうこういうハーフショットしかできなくなっちゃうよね。うん、だから距離も出なかったから。ね、あれでいいの、でも。僕は、最近なんで手首を使うかっていうと、うん、このリストを固めたくないから。うん、で、こっち側に使ってるんですよ。テイクバックのこっち側に。そうすると、体から回していたときに、つまりそのイン側、シャロー側に入ってくることを知ったんですよ。そしたらもちろんその分手は返してあげないと戻ってこないんで、うわぁ、なぁこれ、やってるよこれ。いいね。もうやばい、今日、安く。バンカー越えの、なんかベアグランドの。25ヤードぐらい。58度。はい。これちょっとどうしたらいいかわかんないけど、OK。お、うまい、これはうまい。だ絶対さ、スピンかかんないじゃん。それも加味してこれはうまい。ナイス、これはナイス。やっぱバカず踏んでるわこの男素晴らしい。いいね、そのすごいバカず踏んでる、うん、やっぱり違うわこれ。近々フラちゃんだわこれ。ああ、ね、そういうのさ軽率に言うと怒られんだから何がフラちゃんだよっつってね。なめんなと。そう、僕もフラちゃんの方にねいろいろ教えてもらってますけど。俺先やっちゃいます。はい、下りです。結構こんな感じで下ってます。結構下りですよ。たまにはちょっと違うアングルからお送りします。パーパット。はい、下りのちょっとフック来るか。そうっすね。スラまっすぐ、まっすぐでしたね。どんまい。 OKナイス。ボギー。だいぶ。僕こそフックス。そうだね。なんで、で目がやっぱりちょっとなんかちょっと。そう、目がね。わ、うん、からない。これね、でも悪くないな。でも、まあんまりなんか確かに曲がらない気がするんだけど。カップ1個分右。さあバーディーチャンスだよ。さあ戻せるかな。うん、カップ1個分右かな。まああれ。OK。ほぼまっすぐだった。OK。ナイス。本当
っぽいと思ったな今、ね、すいませんありがとうございます、うん、ビースやっぱり目が利くと全然傾斜とは違う進み方します、うんね、今のヤス君のもほんとまっすぐだった、うん、僕らだったら普通の弁当だったら絶対左に曲がってくるね全く曲がってこないっていうかまあ俺、うん、普通に読み間違えてたわやっぱあれスライスでしょスラのラインだとまあどっちも曲がんなかったんだけど見た目はスライスでしょスラ反対から見たら、まあ、俺ちょっとこっそりあの覚えていってました言ってたね聞こえてた聞こえてた、うん、聞こえるように囁いたあ、ごめんなさいということで、はい、まあイージーコンテンツイージーコンテンツ第2話以上になりますねはいありがとうございます結構深い話しましたねいやもうかなり深いイージーコンテンツだったということでぜひ次も見てくださいそう思って